武蔵。宮本武蔵。敵は我らの備えを十分に承知しておると見た。武蔵殿、考えることは同じじゃの。ではいかような手立てがあろうか。慌てることはない。知恵を出せば勝てる。勝機が見えてまいったぞ。実はたくさんの方がお越しいただきありがとうございます。宮本武蔵を演じます横浜流星です。よろしくお願いします。佐々木小次郎役の中村隼人です。こんなに大勢の、方々たちに、お集まりいただき本当に嬉しく思っております。よろしくお願いします。はい、まあ、明日初日の幕が上がりますが、そうですね、見どころは巌流島の作品は本当にたくさん作られてますが、今回新解釈新設定なので全く新しい形の巌流島ができたなっていうのを今感じています。武蔵と小次郎の関係性は特に、注目して見ていただきたいです。もう本当にやるべきことはやってきたので、まあ、本当についさっきまで稽古してたんですけどやってきたので、まあ、あとはもう本当に役として舞台上で生きるのみだと思っております。全国で待ってくださっている皆様、本当に大変お待たせしました。本当に3年前、中止になってしまった作品がいよいよ明日からスタートします。あの時の申し訳ない気持ちだったり悔しい思いをしっかりと晴らせるように、そして新たなキャスト、そして監督も加わって確実にパワーアップした作品になっていると自信を持って今言えますので、皆さんも期待して待っていてください。お楽しみに。